話しろココアとトミーとオッサーです。今日はキーの出しさんに来てます。ココチューブ。キーの出しさんは高級なお寿司の食べ放題のお店なんですけど、全種類食べるかを挑戦したいと思います。食べます。私たちね、大食いだと思う普通の女子より。じゃあ食べてください。ここからこう行って、はい、全部で51巻、誰が最後までクリアできるか。結構最後の手巻きは重そうだね。そうなんだよね。結構食べれないものどうしたらいいですか。そしたら他のもので補って、はい、とりあえず51は関数は合わせるようにしましょう。はい、じゃあ行きますか。1品ずつ、はい、端から頼んでいけばいいのかな。そうだね。飲み放題もプラスしました。51巻ずつ食べましょう。乾杯。今回いつもねビール飲むんだけど、ビールだとお腹に溜まるから、レモンサワーでさっぱりとさせて。そっか、その作戦いけばよかった。いや、最初のビールだよ。美味しい。すごい、サイドメニューもたくさんあるけど、でも全部食べなきゃいけないからね。もさ、唐揚げ食べたいでしょ。食べたい。でも我慢します。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 じゃあ1軍目来ました。いただきます。マグロかな。エビ。マグロいただきます。美味しそう。いい表情。美味しい、本当に美味しい。いい表情。どんどん食べちゃおう。縁側。エビ。カンパチ。これ生エビ。うん、またまたエビちゃん。うん、マヨちゃん。完食。じゃーん、2皿目来ました。これもまた、これあかんかな。あかん。美味しい。マダイかな。マダイかな。アジ。アジ。美味しい。全部美味しい。美味しい。飲めるんだけど。中トロ。めっちゃ美味しい。飲める。それで11かな。11です。食べるペースうちら早いね。この間にね、お腹がね、いっぱいになっちゃう。ここチューブ。お腹がね、いっぱいになっちゃう。すごい、トリュフのやつだ。51個余裕そう。中トロトルシュ女子。トリュフ。トリュフと中トロ炙り。じゃあ食べよう。あ、手巻きってことね。手巻きってことか。なんかこういうことね。美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、匂いがすごい。うん、すごい。うん、うん、こんなにいい香りするんだね。こればっか食べたい。でもこれが一貫って重いね。うん、ねえ、これで12。飲み放題だから飲もうかな。飲むよ。4皿目です。すごい。で、これチェック入れていけば早いのかなって思って。一緒？一緒、一緒。じゃあ、おっさんに任せよう。でも、私のキャラ的に20個以上は数えられなくてもキャラでぴったりだと思う。ともちゃん、キャラで許されるのは20歳まで。ここチューブ。ともちゃん、キャラで許されるのは20歳まで。悲しくてもいつ晴れ渡る。ことあって。
何語それ。粒がいい。うん。炙ったエビ。あー、レモンサワー美味しい。飲んじゃいそう。今が18巻重要ですね。じゃーん、手巻き来ました。キャビアも乗ってる。うんうん、あげて。おいしい。これがおいしい。キャビアおいしい。大好きなサーモンだ。食べたらいい匂い。サーモンちゃん、タルタルサーモンちゃん、炙りサーモン、縁側。今が24。なんと全然まだ食べれるのにラストオーダーになってしまいました。ココチューブ、食べれる分だけサイドメニューを足して食べていきたいと思います。全然お腹は余裕だよね。まだ24巻しか食べてない。じゃーん、シャコ、アジさん、アジ、うま、小花、シメサバちゃん、数の子。30巻だけどまだ腹2分目ぐらい。スイカ、またまた来ました。トリュフと中トロの巻物。もう最後の最後になるか。中トロで中にネトリプがいるの。海苔が多い。でも海苔は海藻だからゼロカロリー。美味しいですか。最後の来ました、炙りサーモン。サーモン、ホタテ、赤身、あ、中トロさん、サーモン、サーモン、ホタテ、赤身、中トロ、サーモン、サーモン、ホタテ、赤身、中トロ。デザートいただきます。ピスタチーズにしました。豆腐みたい。じゃあ最後のお寿司です。さよならお寿司。時間の関係で全部は食べれなかったけど、私は49巻とデザートと唐揚げ食べたんで50種類ってことで。次はリベンジしたい。はい、ということで美味しかったです。ごちそうさまでした。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。話しとこかと、トミーとおっさんでした。